ルネジラールはフランス出身の文芸批評家。アメリカ合衆国のスタンフォード大学やデューク大学で比較文学の教授を務めた。いわゆる未明シスの理論を考案し、欲望の未明シスな性格の発見によって新しい人類学の基礎を築いた。自身では暴力と宗教の人類学を専門とすると述べている。著書。 文化の起源の第一部に短い自伝的文章が掲載されている。ルネジラールには妻と三人の子がいる。フランスのアビニョン生まれ。父はアビニョンの博物館で学芸員を務めており、反共権的で共和主義者であった。母は女性としてドローム剣発のバカロレア取得者となった人物でカトリックであった。 1943年から1947年までパリの国立古文書学校で中世史を学ぶ。1947年に奨学金を得て渡米。その後アメリカで結婚、研究生活の大半を同地で送る。1950年にインディアナ大学で歴史学の博士号を取得。同大学で文学を教え始める。 1957年からジョンズ・ホップキンス大学で教える。1961年、初の著書、欲望の現象学、文学の虚偽と真実を交換。模倣の人類学的側面について研究し始める。これが、区議の問題につながっていき、彼の代表作、暴力と聖なるもので論じられることになる。1966年10月に、彼が、 企画参加した国際シンポジウム、批評の言語と人文科学はアメリカ合衆国に構造主義を紹介する上で大きな役割を果たした。シンポジウムの出席者にはロランバルト、ジャック・デリダ、ジャック・ラカンダーがいた。1968年にバッファローのニューヨーク州立大学に移籍し、1975年に再びジョンズ・ホップキンス大学に戻る。 ミシェルセールと知り合い、共同研究を行う。世の初めから隠されていることの構想を開始したのは1971年のことであり、暴力と聖なるものが刊行される以前であった。暴力と聖なるものは比較的評判が悪く、自分の意見を理解してもらう難しさを痛感したという。ジャンミシェル・ウグルリアンとギール・フォールというフランスの二人の精神科医の協力を得て、 世の初めから隠されていることが完成したのは1977年夏のことであった。この著作の評判は一般には良好だったが、学会からは国評を受けた。1980年以降、スタンフォード大学に在職。1995年に退職して、大学での教育活動を終えて後も同地に居住し、ジャンピエール・デュピュイと共に、 学際研究プログラムを指揮し、たくさんのシンポジウムの運営に当たっている。1990年、メディシス賞随筆部門受賞。2005年3月17日、彼新婦の公認として、アカデミー・フランセーズ会員に選出される。アカデミー会員としての初会合は2005年12月15日。2015年11月4日、カリフォルニア州の自宅で亡くなった。 ありがとうございます。